リンクフェードのブランドムービー、奇跡の52歳大塚ねねはいつまでも美しく編とメイクムービーを2本続けてご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。リンクフェードはすっと塗れるし、ナイアシンアミドが入っていてシワ改善と美白の効果もあるから心強いです。よし、だから私はリンクフェード。こんにちは、ようこそお越しくださいました。こんにちは。では一言ご挨拶を皆様にいただければと思います。はい、大塚ねねです。今日はこういう状況の中足を運んでくださいました皆様、本当にありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。大塚さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思いますが、はい、まずはリンクフェードのイメージキャラクターへの就任が決まった際のお気持ちについてお聞かせいただけますでしょうか。そうですね、もう私も50を超えてますし、ちょっと自分でもびっくりしましたけど嬉しかったです。はい、びっくりされたということは、はい、やはり化粧品の CM ブランドキャラクターということで、はい、まあ、嬉しさは女性としてはありますよね。そうですね、すごく嬉しかったんですけれども、なんかこう自分でも、50もう2もうすぐ3なんですけれども、そういう年齢もありますし、私でいいのかなとちょっと思いました。はい、そして本日からですね、テレビやウェブサイトでブランドムービー、そしてメイクムービーの放映が開始されるということなんですが、ご自身が出演されている CM をご覧になられていかがでしょうか。そうですね、撮影している撮影している時に監督とかスタッフの皆さんがすごく優しくて穏やかな空気感を作ってくださっていて、でまた撮っている場所がハウススタジオだったんですけれども、すぐにこう川が流れていて、何でしょうね、クラゲがすごく白くて大きなクラゲが本当にたくさんプカプカと浮いていて、なんかすごく和む感じだったんですね。なので割とこう、普段ですやっぱりちょっと緊張したりとかそういうことがあるんですけれども、緊張せずになんかこうクラゲみたいに力を抜いて撮影できたなと思います。はい、クラゲのようにちょっとふわふわリラックスした感じで撮影に、はい、望んでいただいたということなんですね。そうですね、クラゲのように力を抜こうと思って、はい、撮影しました。そんな表情が実際のブランドムービー、メイクムービーには出ていらっしゃいましたかね。そうですね、割とだから素に近い部分が出てると思います。はい、まあ、奇跡の52歳、いつまでも美しくというね、このフレーズがもうぴったりの CM だなと思うんですが、ご自身ではこの奇跡の52歳、大塚ねねはいつまでも美しくというフレーズいかがですか。いや、もうごめんなさい、ちょっと本当汗が出てきます。なんかちょっとごめんなさい。はい、少しね恥ずかしがられている感じも可愛らしくて素敵ですね。はい、